みやぞんチャンネルというわけでございまして、今日はですねメイちゃんを連れてきました。はい、今ね7ヶ月でございます。はい、そして、ここはですね AH ベースさんというところでございまして、まあ、ワンちゃんのカフェもありながらワンちゃんと触れ合いたり病院もあったり、トリーミングがあったりとかドッグランもあったりとかする場所なんで、そこをちょっとメイちゃん連れてきたいなと思ったんで今日行ってみます。徳山さん、また今日もお願いします。はい、よろしくお願いいたします。失礼します。あ、ここはトリミングサロンと、トリミングサロン、はい、ワンちゃんのホテルがございまして、こちら側がドッグランになっております。ドッグランですか。まずちょっとメイちゃん、はい、遊ばせますか。いいですか。はい、もちろんです。やっぱりあの野犬ちゃんなんで、別に館内とかないんですけど、はい、知らない人がいるとちょっとビグッとするんですよ。では、ゴー。やっぱね、尻尾がちょっと丸まってこんな感じですね。他のワンちゃんがいると陽気に遊んだりするんですけど、最初はね、あ、トイレするかもしれないです。あ、トイレあるので。めちゃん、あ、あ、出た出た。すいません、すいませんね。あ、全然です、ありがとうございます。しっかりしたの。めいちゃん、めいこ、はい、はい。ちょっとね、まだ警戒しております。めいちゃん、おやついる？はい、お座り。はい、こ、はい、あ、食べるから大丈夫だ。めいちゃん、伏せは、伏せ、めいちゃん、伏せ、伏せは、伏せ、伏せ、伏せ、うん、しなくていい、うん、うー、しなくていいよ。めちゃお手は、へい、伏せ、ぐるーん、めちゃん、ぐるーん、めちゃん、ぐるーん、へい。今ね、7ヶ月ちょっとで体重がだいたい11キロぐらいです。今日は本当にこうちょっとかなりのビビりがやっぱ出て、この空間にその人間しかいないじゃないですか。ワンちゃんとかいればね、はい、またなんかこう、はいはい、ワンちゃん連れてきますか。あ、ここだとあのワンちゃんとうちの子とお客様のワンちゃんと遊ばせることが結構あるので、ちょっと今いる子がこの子しかいなかったんですけど。あ、クスちゃんだ。はい、はい、こんにちは。こんにちは。ワンちゃんいるとほら、お、尻尾が上がった。あの、安心。本当だ、かわいい。この子の名前なんて言うんですか。この子ダーリアくんって言います。ダーリアくん、はい、カニヘンダックスフンドのダーリアくんです。何歳ですか。今2歳です。2歳。 どういう。この子は後ろ足湾曲のハンディキャップがあって、ちょっと後ろ足が、はい、あの湾曲しちゃってるんですね、ええ、なのでちょっとそのハンディがあるんですが、でも元気いっぱいでいっぱい走ります。あ、この子も、まあ、あの欲しいよっていう方いたら。あ、そうですね、あのご縁があったらご家族さんもずっと募集してる子なので。あ、そっか、2歳だよ。そうなんです。うん、おいっぱい走る。あんま傷つけないね、めいちゃん。そう、え、ワンちゃん同士だとすごい仲良しで。本当ですね。めいちゃん、え、はい、見てます。ちゃん、ちゃん行け。足の問題はないですか。どっか痛めたり。お膝の、あの、膝蓋骨が今脱臼しやすくって。あ、そっかそっか。そうなんです、どうしても。大丈夫かな。でも、あの、ある程度だったら大丈夫です。一応30分までなら遊んでもいいよっていうふうに獣医さんから言ってもらってるので。そうか。ね、よかったね。あなた大丈夫よ。そうなんです。はいで。仲良し。
もうとにかくパワフルで、うちで一番パワフルなので、もう遊び相手がいてすごい嬉しいんだと思います。いいね。普段ね、なかなかこんなに走ってくれる子いないので、一緒に今うちで2番目に長くって、もう1年近くいる子なんですよ。そうか。そうなんです。いやいや、大丈夫大丈夫絶対 ね大丈夫。ちょっとね、これで本当に映して、本当に知ってもらったら、そうですか、ね、絶対あの、うん、この子をね、家族に迎え入れたいっていう子はね、絶対います。まーちゃん頑張ろう、ね、頑張ってね、お家行きたいよね。もうそれを使命として私 YouTube やっておりますから、これありがとうございます。でもね、仲良しやん ねメイクをちょっと押さえつけないでよかわいい。メイちゃんもね、これね、7ヶ月なんだけど、でかいんですよ、体が。いや、ちょっと心配になりますね。大丈夫、メイちゃん。たーちゃん、うちで一番大きくて、遊びなの分かるけど、ちょっと丈夫なので、大丈夫なので。楽しそう。こんなに仲良く。よかった。ちょっとよかった。俺噛んでる噛んでる。すごい。じゃあこっちでいい？姉ちゃんのほら若いからほら、まだまだかわいい、まだまだいけるよね。この子ね、もう会いに行きたいなっていう人はもう会いに来れるんですよね。はい、ここね、いつでも毎日いますので、はい、はい、会いに行きたいって言っていただければ、いつでも元気いっぱいで待ってます。ね、まあね、いろいろ考えた上でね、あの家族にね、はい。そうですね。もらえたら嬉しいね。優しい子で、ね、ありがとう。すっごい元気よ。元気なんです。みやぞんチャンネル、ご視聴ありがとうございます。みやぞんチャンネルではですね、譲渡活動しているですね、団体や施設ありましたらね、みやぞんチャンネル来てよってね、言われれば、私あの行ってですね、少しでもお力になれればなと思っております。コメント欄にですね、どこどこの施設来てくださいとかね、ありましたら、そこから我々調べて、連絡を取って行かせていただきたいなと思っております。少しでも貢献できればなと思っております。ありがとうございました。